モカ太郎の動画で、でれんてんてんてれれれれれれてげれんてんてんてれれれれれ。はい、こんにちは、モカ太郎とおでこちゃんです。今日元気いいね、どうしたのどうしたの。あ、じゃあね、おでこちゃん、今日はね、私と一緒に曲を作ろう。ということで、こちらの LGXT のカプセルというマイクを使って、私が作曲と、なんかダーッ。はい、ってことでね、足踏まれる、すごくない、あ、足踏まれる。危ないな、お前。今から私が適当にパララってメロディー作るから、それに音ハメして歌詞を書こう、一緒に。最初から最後まで。最初から最後。あー、めんどくさい。でもやりたい。なんか楽しそう。あ、どうにかなんべ。滑舌対決する。そう。生麦、生麦、生卵。せーの。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。あー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 。よし、これで OK でしょ。大丈夫。あー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 。チャラララララン、チャララララン、チャララララララン、チャララララン。真面目に曲作ろう。はい、じゃあ曲作りまーす。はい、ということでできました。できたよ。ちょっと流してみるね。うん、いくよ。うん、せーの。もうすげえ。はい、じゃあこのメロディーで音入れしていく、うん、声入れ。ちなみに私が歌うところ、だいたいバイブス、バイブスだから、バイブス。いや、でもじゃあそんな感じで、じゃあ歌詞ってやつ書く。歌詞っていうのは自分が音楽聴きながら、こういうこと言いたいな、ああいうこと言いたいなって。でもそれさ、口に出すだけじゃダメだから紙に書かないと。うん、そうあれ？はじめ！あれ？じゃあどういうふうな歌詞にする？私はね、なんだろうね、よくさ、私がやらかすことあるんだけど、うん、一つ言っていい？いいよ。二つの中で、片方靴下なくす。いいよ。日常的な歌詞ね。OK。じゃあ、おでこちゃんは日常的な歌詞。うん、私は一応、このマイクね、NGXT っていうメーカーのカプセルっていうマイクを今回使うから、それの特徴の歌詞を書くから。私はだから、おでこちゃんはメロディー楽しんで日常的な歌詞を書こう。じゃあそれでいくよ。よーい、スタート。このこれ、これ敷いて、ありがとう。これ読んで、うん、私もこれでいいよ。メイクルー。ヨーヨーエイヨーエイエイヨーはどう？エイエイオーじゃない。あ、そう。エイエイ。じゃあ太郎さん、私も入れたいんですけど、何食べたい？今食べたいラーメン。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン。おでこちゃんもさ、やれんそ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 れん。じゃあさ、おでこちゃんもちょっと可愛い感じでさ、一言欲しいな。よよよ、イエー。だいたいできた。おでこちゃんできた？うん、いける？うん、いける。じゃあこれで音を入れてみる。うん、いいや。じゃあね、うん、今作ったメロディーあるじゃん、うん、それをここに流しちゃうとマイクに入っちゃうから、ヘッドホンでしかメロディー聞かないから、外は聞こえないってこと？そう。私ね、なんか人前で歌発表するのが結構苦手だよ。なんで？恥ずかしいの？なんで？全然恥ずかしくない。音痴だったら嫌なんだもん。音痴って誰が決めるの？自分が決めるんでしょ。自分が音痴って思ったら音痴、音痴じゃないって思えば音痴じゃない。
プンチって知ってる？じゃあおでこちゃん、私から声入れするね。はい、いいんじゃない？ちょっと口回らなかったけど、まあいいでしょ。続いておでこちゃん、声入れお願いします。ちょっと前髪がすごいことになりますけど、これ自分の声聞くためにここ外していて。ちょっと聞こえる？聞こえる。はい、行きますよ。はい、どうぞ、頑張ってね。よし、いいんじゃない？ OK、ありがとう。じゃあミックスしようか。うん、はい。USB 式配列 96kHz に 24bit なんか文句あるコンデンサー型第一思考正面から音を飛ぶように狙う環境音声のフェアエル吐息がない気雑音ノイズ内臓ポップガードでメッサージ。しときのショックマウント大蔵案の感動で安堵録音状態一目瞭然ジャックさしてダイレクトモニタリングこれ以上いいもう一個ある音量調整ノブでコリコリ正面マイクはここで片方に中にカニカニ